ニューストラミング。古谷香織さんのデビュー曲全部君のせいだよに乗せてスタートしました。ユーストラよかったかな。落ちますか。いや固まるね。じゃあどうせなら一回クリアに再起動するだったらさっき決めてみないと分かんないんですよ、うん、今大丈夫そうだけどね。いいか、あんま止まるようだったらじゃあ7時半までに3回落ちたら、え、じゃあ誰か数えてくれるんですか。3回落ちたら再起動しよう。3回落ちたらね、うん、分かった。さあ今日は、はい、全部君のせいだよで始まったんですけど、はい、本当ですね。本当に今日は隣のビースタに全部お前のせいだっていうじゃあ一生懸命やってるんですよ。一生懸命やってるんだと思いますよ。そう、これはさ、ラジオでもなかなか伝わらないし、うん、ニュースを見てる人はなんか知らないけどこうニュースを読んだ後にカオリンが爆笑してたり、うん、あーついね、ね、それを、ね、何が面白いんだろうと思ってる人も不思議に思ってた人いるかな。多いと思いますよ多分。そんな笑って気になると思いますよ。でそれが実はこの隣の B スタジオのところで、うん、今月光団のね、それ池相模月光団日曜日の夕方4時からやっている番組、はい、セミマルさんがやってる。 そこにゲストで青学のお知見の人がね、はい、やってきて収録してるうちゲストに来て、うん、でそれでそのお知見の人、お知見のタイプでもいろんな人いるじゃないですか。古典が得意なタイプ、それでそういう人はちょっと間の取り方を学んでたりなんかして、うん、少々のお時間お付き合いよみたいなので始める人もいれば、そういうわけでございますって見てるので入ってくるキャラの人もいるじゃないですか、うん、今日はなんかとんでもないキャラの人がやってきたようですごいんですよ隣で。最初で何が始まったのかなと思って、ね、なんか隣、さらにあっちの壁の向こうはなんか、はい、スペースがあってたまに ね、うん、この間ハロウィンパーティーとかやってたりしたから、ちょっとした会議室みたいな、そうなんかちょっとパーティーとかでもやってんのかなっていうぐらい一人ですけどね。一人なんだ、うん、一人でテンション高くずっと、そうなんだ、あなたっていうのがしたってっていうのが隣からずっと聞こえてるんですよそれを古谷香織さん普段はこうイヤホンを両方の耳にしてれば、うん、自分の声とか BGM でもうほとんど聞こえないから、うん、それでやってるんですけど、いやなんか片耳が調子悪いっつって断線してるのか、ちょっと、ね、こっち側が調子悪くて、ね、片耳で聞いてることが多かったの。そうするともう片方の耳からこっちそんなにあなたっていうのがなんか聞こえてきてなんか真剣なニュースの原稿とか読んでるのゲームコーデなんだろう叫んでんなとか思ってそれで出てきてニュースの時はきついっすってそんなのが隣で行われてるんですよ。びっくりした、ね、そう落語って聞いて、あもうじゃあねしょうがないねと思って、その前は本当何なんだろうと思ってね、ただ規制を走ってる人ね、隣思わずね覗いちゃったからね、何やってんのかなと思って、押川君が攻めてきたのかと思うよね。なんでよそれぐらいね、せっかくだからそれとかまだ収録してるから、うん、ちょっと後で時間あったらちょっと紹介させてよって言って、あ、本当なかなか面白いキャラアポ取ったんですか、うん、まあ、分かんないけどね、本人が嫌だって言ったら嫌なんだけど、いや本当よ、ちょっと後でだからこっち来てもらったらちょっと小話の一つでもやってもらいましょう、うん、そういいですね。今ちゃんとこのマイクもグッと下げられるように調整したいやね、そういう感じだったんですよ、ね、そんな、うん、大変な中で頑張って3時間の生放送終わりました。ありがとうございました。お付き合いいただいた皆様、久しぶりに先週はゲストがあったりなんかしたんで通常放送っていう感じの金曜ハミングと、うん、それからユースタハミングもね、まあ、すでになんかイレギュラーな香りはしてますけれども、うん、それから数字当てなんかも
やって皆さんと盛り上がろうと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのさっきも番組の中で紹介した、しましたけど、あのミールさんがね、ジャコジャコなんかでもおなじみですけれども、お大丈夫だ、終わりました、終わったっ、いいタイミングで終わりましたね。時間あるのかな、あ、スケスケ君時間ある、時間あるか、すごい大丈夫、昭和の映画とかよく見てて、おそう、何も知らないで昭和の役者のモノマネさせてます、こんばんは、こんばんは、ちょっと時間ある、大丈夫、あ、大丈夫、あ、じゃあちょっと中入ってもらってでちょっと俺カメラをそっちを映すね、すいませんね、急にね、急で申し訳ないんですけれどもちょっと登場していただきます、ちょっと待ってね、あ、これちょっとまだ時間あります、うん、全然大丈夫、あ、どうぞどうぞ、捨てないとまずいですよね、あ、全然お水とか入れてきていただいても大丈夫ですよ、うん、うん、あれなんかケーブルだ、これで映るかな、これで映るな、ちょっとあの俺の方も映るようにちょっと、うん、調整します、これと、あ、違うな、それからこれと、これにもう一個加えればいいのか、これをこれにしてこうして、こうすると俺も加わる、あ、本当、うん、というやつ、3つの画面で、はい、お送りしようと思います。さあ今日はですね、あの、はい、そんなわけで3時間の生放送終わった後に、はい、ちょうど先ほどまで、今もやってるんですけどね、うん、あのその月光団の日曜日の、はいはい、そっか、まださらにやってるんだね、そうなんですよ、その月光団の収録に今日はしたら、なんかね、うん、ここら辺、こちらでも俺の声聞こえてるでしょ、あ、聞こえるか、はい、じゃあ大丈夫か、今そっちに声出してるから、うん、あ、じゃあ花粉も使わなくて大丈夫かな、花粉なしにしようか、じゃあ、はい、花粉じゃない、花粉っていうのがあってですね、そういう何、相手に依存する芸風何かなと思ったんですね、花粉ってわかる、そのこれを上げ下げするとこれですか、そうそう、これ花粉、そうです、それを今声が出てないのね、今下げてると、ね、上げると上げると喋れる、あ、マイクが生きるっていう、そうそうそう、花粉って言うんですよ大丈夫、あ、綾野さん、この間はありがとうございました、あれ、声が来てないな、ちょっと声を出してくれる、はい、はい、どうでしょうか、来てないね、あら、マイク、今2番マイクですよ、2番に来てないな今吹いてみましたよいいチェックだね、うん、いいチェックだ、ありがとう、ありがとう、大丈夫だね、あ、大丈夫です、来た、大丈夫よかった、ほらね、下げた方がいいって言ったでしょいつでも下げれるようにして正解でしょ、大丈夫かな、声自分の声も、声ですか、うん、そんなに近づかなくても大丈夫だよね、はい、普通に喋って大丈夫だよ、はい、っていうかさっきそこで普通に喋ってたやろ、はいね、同じ感じで、同じ感じで楽にやっていただいて結構です、はい、この番組はさっきまであの金曜ハミングっていう古谷香織さんがこちらで情報番組をあの生放送やっておりまして、はい、それが7時に終わってね、でそれをね、うん、今 Ustream で配信してるんですよ、はい、で Ustream でも、ずっと見ててくれてる人がいて、で今は Ustream 限定の Ustream だけの配信をしてるわけです、はい、そこに今入ってもらったということなんで、はい、お分かりでしょうか、状況は一応一応ねじゃあ自己紹介していただいていいですかね、そうですね、ま、はい、はい、うん、青山学院、大学の、落語研究会の、2年生でございます、2年生です、うん、2代目回転寿司すきすけです、 2代目回転寿司すきすけさん、はい、だそうです、2代目ってことで初代がいるんだ、いるの、襲名したんだね、はい、え、同じお知見の中にいたの、はい、あの、もう今年の卒業されて、卒業されて、なるほどね、それってさ、あの前はあのなんか落ち研の人って前はさ、うん、その大学の落ち研ではなんかあのもうなんかずっとなんていうんだろう、あの名前もいくつかあって、うん、それの中であの腕のいいのが名乗れる名前とか襲名できる名前とか、はい、それいろいろあるらしいんだけど、はい、その今
青学もそう、青学の内木監督青学はみんなのなんか先輩のやつをその名前を襲名するわけ、新たなやつ由緒ある名前は確かにあるんです。今誰もそういうのを襲名してなくて、ただあの私あのご本人に頼んで、うん、頼んで頼んで、でそれで許可をいただいて、それをくださいっつって、はい、そうか2代目だもんね、初代、その前の人が、うん、先輩が初代なんだもん、はい、その先輩が良かったの、先輩の芸が、そういうわけでよくしてくださって、あ、よくしてくださった先輩とか、決して芸として尊敬してるわけではない、いや、そうではなくまあ面白い方なんですけど、ちょっとベクトルが逆と言いますか、ね、なんかすごくタイプは違う、タイプは違うという、なんかあの真似できない、あ、そうなの、真似できない方です、あ、そう、さっきでもあの君のあのトークのなんかあのなんていう周波数を聞いてた感じでは、うん、あの君と被るベクトルの人もあまりいないような気がするんだけど、その落語に、ね、関してはちょっと真似しちゃいけない、なるほど、もう本当になんかもう一つの子を確立してらっしゃる、あれはできない、あ、そうっていうようなことを、それ自分でもそういう風になりたいなと思ってるの、うん、誰誰みたいな感じになりたいとかよく言うじゃない、なんか、あ、そういう感じではなく、もう自分のを確立したいっていう、確立したい、うまくいけばいいかなと思って深く考えずにやっているっていう、で今日は、ね、あの先ほど言ったようにその月光団でね、その、うん、いろんな落研の優秀な若手を紹介するっていうのをやって、その収録をしてるこっち側で古谷香織さん真面目にニュースとかを読んでいたんだけれども、はい、それにどうも時々なんか隣からキャーッとかなんか聞こえてくるわけですよ、はい、それが非常に気になってしょうがない、ちょっと面白くなっちゃってね何を言ってるかは聞こえないんだけれども、でも何か楽しそうな声が、なんか愉快な叫び声がするぞっていう、ね、そうそうそう、何してるのかなってすごい気になってすみません、あの、ね、この子なんか最初からもうとっかかりからすごかったんですよ、うん、こうやって生放送こうやってここでやってるじゃない、うん、それでそっちに事務所があるじゃない、うん、そしたらね、うん、俺のここまで来てすいません青学のお付けのものですけどって言われて、うん、あ、事務所にすいません、ほんちょっとそれは申し訳ない、本当申し訳ないです、もうお詫びずんずんやってきて、月光団に出演されるのは初めてですか、いや、あの前もいや、あの、うん、さ、だからあのいつものあの方の名前をちょっと忘れて、セミマルさんのちょっとあのさ、実は最初いらっしゃらなかったので、そうそうそう、どなたにお伺いしたらいいのかなって、ね、まず分かんなかったのでたまたまね、はい、目についたのが本当に申し訳ないんだったんだよね、だからどちらにいらっしゃるかが分かんなかったので、そっかそっかそっか、それでもう声をかけてみたっていう、まずそうやってやってきたっていうインパクトがあるじゃない、うんうん、あ、こいつは人と違うぞっていう感じがするじゃないですか、もう匂いしたの申し訳だって普通事務所行くじゃないですか分かんないもんね、ちょっと勝手が、あの、いいのいいの、全然いいの、気にすることないの、それでそうやってきて、それで生放送の、あのまた待ってたりとかしてね、はい、セミワルが来るの、あ、そっか、でその間にこっちスタジオ入ったり中入ったり準備とかいろいろしてて、でこっちに出てきてからずっと、うん、あの早口言葉ずっとここでやってて、はいはい、なんか早口言葉なんか結構やってたよね、あ、どんなことやるの、シャンソン歌手がなんちゃらかんちゃらとか、はいはい、やってたでしょ、ちょっとあの感じやってみてよ、なんか、ちょっと途中までなんですけど、拙者親方と申すお立ち合いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町をお過ぎなされて、ここまでこの後はちょっとできないんで覚えてない、あれ短いな、私の方が覚えてるよ、青野町上りおいでなさるれば蘭関橋虎屋公園もただいま啓発いたして遠斎と名乗りまするっていう、ちょっとブランクが結構長いので、もでも香りウイロウリ全部言えたよね、一時期は ね、私もちょこっとだけなんかお芝居とかを役者さんみんなやってた時があって、ね、その時はね、うん、やってました、それをねずっとここでなんか早口言葉、でも発声練習の定番だもんね、ウイロウリはね、ウイロウリやってなかったよ、でも俺が聞いてた、あれそうなの、ウイロウリがシャンションあっちでやってた、シャンソンショーとかなんかそういう、あとなんか短めの早口言葉を、はい、あまり、うん、口をね鳴らしておかないと、練習してたらここで俺が生放送してるのに、うん、それがまた入ってくるから面白くてお邪魔しいや全然邪魔じゃないね、それが面白くって、うん、それで今日はちょっとインパもう気になってしゃあないから、そうだね、はい、どんな方がねやってるのかなと思って、セミマルさんにお願いしてちょっとあの時間あったらちょっと出てもらっていいっつって、うんうん、
ね、その番組の宣伝にもなるし、はい、今日じゃあそれをやったの、今ウイロウリやったの、ウイロウリを、いや別に落語をやったの、落語をやりました。ただあのその落語は、うん、ちょっとあの、練習してみたらあまりにもグズグズだったので、ちょっとこれまずいなって、ろれつが回らないことが分かって、もうではちょっと回らせるように滑舌が良くなるようにいろいろとやってみて、うん、どこまで効果があったのかちょっと自分でも怪しいところがあります。でも今撮ったんでしょ、もう収録したんですよ、その落語、はい、でも結構なんかよどんでたところが、うん、あっちゃこっちゃあって、自分の中ではいまいちによどんでたの、彼の落語は。いやいや、割れちゃって、割れちゃって音が割れるよね、あれはね。だって隣のスタジオに響き渡るわけだから割れるわよね、目の前に置いてあるマイクは。ジャズとかやる、ジャズやるの、いや、ジャズ口でトランペットの真似やっただけ。え、ちょっと聞いてみたいね。やってやってやって、うん、もういいや。ぽいぽい、トランペットぽかったよ。ぽいけどさ、うん、俺落語家さんって言うとさ、ほら、うん、なんつうの、あの江戸屋、あのほら猫八師匠とかさ、うん、やるじゃないですか、ああいうすごい本格的な音のやつ、うん、だから思いのほか普通だ。なんか、おーすごいっていうのが来るかなって、ちょっと期待した俺が悪かった、想定内な感じだったかな。落語最初からもう大学行ってお知見に入ろうかなって思ってたの。はい、あ、そう、もともとじゃあ子供の頃から落語が好きだったりして、子供の頃、まあそうですね。どんな、落語家さんではどんな人が、ね、どんな人が好き、快楽亭ブラック師匠って言って大丈夫ですかね。快楽亭と西さん詳しい、もう下ネタの匂いしかしないじゃないですか。だってだ、そうだね、そうだね、確かにね、そこまで聞けなかったんですけど、まあ、ブラック師匠の、ただあの本読んでたらなかなかそのご本人の趣味の方はなんか結構面白い、芝居とか映画が好きな方で、そこに関するなんか、うん、なんか文章読んでたらなんか惹かれて、なんかバックボーンもちょっと変わってるよね。そうですね。それでなんかさっきセミマルに聞いたら昭和の映画とかめちゃめちゃ詳しいんだ。めちゃめちゃではない、そんな見てない。なんかそういうコアなのが好きなの。コアなのが、いや、あの菊尾さんがなんか、はいはいはい、頂点でたまにモノマネをなさるじゃない。そういうのもなんか見て、でちょっとじゃあの、うん、で実際の本物を聞いてみたら、じゃあ真似してみようかなって、モノマネのモノマネのモノマネになっちゃう。嵐勘十郎とかやったりするもんね、はい、ああいうのね、でめったれろっこっとかやるやつあるじゃない、はい、キクちゃんがたまに、はいはい、それの元が気になるわけだ、うんうん、元を聞いたら、あ、これだったのかっていうの、あ、うわーって、ってこれ誰なんだろうって知らなくて、で確かにね、ちょっと気になるわ。違う大門さんの映画見てたら、あの大河内伝次郎っていう人が出て、あ、そうですね、あ、この人なのかって、あ、これかって。なるほどなるほど、そっか、ちょっとさ、あの急で、あの急な振りで申し訳ないんだけど、なんか小話とか一個やってもらってもいいですか。小話なんか、ね、小話あんまり、いや、例えばほら俺の大好きなあの小三治師匠なんかだとさ、あのもともと三治だったんだけれども、うん、あのなんか鳥とか、このあの襲名した時になんかこう名前をほら変わるじゃない、みんな名前がどんどん変わっていって、でそれで小三治になったんだよ。でなんか小さくなるから、うん、それちょっとどうなんだって言って、あの小三師匠にね、うん、あのなんで小さくなるっていうのちょっとどうなんすかねって言ったら、バカ野郎、大をつけたら大三治じゃねえか、こんな今だいぶ短かったけど、これ柳家小三治師匠の得意なネタ、この小話このぐらいのサイズのやつなんか、ちょっとあの どこまで OK ですか。あ、全然何でも何でも、ユースタ配信だから全然放送禁止とか気にしないでいいよ、はい、先生。なーに、あけみさん、おばあさんは子供できますか。うん、おばあさんは年を取りすぎてて子供ができないわね。先生。なーに、あけみさん、お母さんは子供できますか。うん、お母さんは子供できるわね。可愛い妹さんや弟さんができるといいわね。先生。なーに、あけみさん、私は子供できますか。うん、あけみさんは小さすぎて子供ができないわね。そしたら隣の男の子が、だから言っただろ、大丈夫だって。これしか知らないんだ。
これしかできないんですね。小話、知ってる小話っていうのはこれぐらいしかないんですね。どうして俺はあのね、好きな落語家快楽亭ブラックって聞いた時になぜ止めなかったんだろうなぜ方向転換をしなかったんだろうか。そうだねまあいいんじゃない、めっちゃ盛り上がってるから多分今ねこうやって見てくれてる人が書き込みをしてくれていて、ね、エロ路線っての前にカオリンがいるのは見えてるよね。見えてる見えてる。いるいる、ね。なんかちゃんとしてできそうなものはこれしかないっていうだけで、本当小話のレパートリー。あとでもじゃあまともなやつなんか。あ、まともなやつもある。まともなやつ、まともなやつじゃないですね。これをちょっと本当レ、うん、あの文楽のなんか、ま、枕をただ真似するってだけなんですけど。いいじゃんいいじゃん、枕とかいいのあるやん。だからもうちょっとモノマネになっちゃうから、ま、いいよいいよ。弁慶と小町はバカだ、かかあなんて川柳がございます。男子とお生まれになった方にご婦人に興味のない方はご一命もない。ご婦人だってそうですな、ね。あれがなかった日には生きてはいけないなんてくらいのものですから。食わず嫌いなんて方がいらっしゃいます。昔はあまり肉類を召し上がらなかった方が多かったそうで。君牛嫌いだってね。あ、牛はいけませんよ。こうよだれをダラ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 出してね、こうえもうえは四つ足で車なんか引いて、あんなものを食べる人とはね、私付き合いたくありませんよ。ああ、そんな話がねちらりとあったんですけど、アイガモ召し上がりますか。アイガモ、あ、アイガモだったらいただきます。あ、そうですか。え、あのね、もう召し上がってください。え、あんまり肉類普段頂戴しないんですけどね、アイガモとくるといいんですけど、美味しいですね。源さん、それは君。あ、これが牛、あ、これだったら好きなんでって、こういうあんまりね、あのシャレにならない。いや、いいよいいよ。明けガラスでなんかよくやる枕で、その後になんかあの、ね、女嫌いの人のなんか、ま、小話みたいなのあって、へ、あれで、なんかそういう女嫌いな人に限って子供しが5人もいてて、あら、またお小さい方がたくさん、あのこれご用しなすったんですか。え、うちの子です。あなた女の人は嫌いなんじゃ。いや、女は嫌いなんですが、女房は好きなんで、こういう。素晴らしい、素晴らしいよ。あ、拍手。拍手喝采だよ、もう。いや、でも、よくちゃんと真似てるね。テンポとかもちゃんと真似て、ね、やってんのが偉いね。とんでもないです。ね、なんかもっとモノマネ口調の感じでなんか滑ったりするたりするじゃない、はいはい、ちゃんとテンポとか間とか、ね、自分の埋める感じもなんか ね、 ね、うまいね、そういうのね。やっぱりちゃんと落語これからやろうって思ってんの、なんか落語とかそういうのやっていこうって、大学それから卒業してからも。卒業してからは、卒業したの何になりたいとか、大学に入ろうかという恐ろしいことを考えて、お父親は働け働けと言ったそうです。ああ、そう、結構、え、じゃあ学部的にはなんかちゃんとなんかいろかなり文学部史学科というところに。ああ、そう、じゃあ生実家こう外れてるわけでもないんだね、落語とかそういう昭和の歴史とかさ。東洋史なので全然違うでしょうね。そっか、ちょっと違うね。ただあ、そう、へー、つかみどころないな。あの大抵さ、こういう話してるとさ、あの笑わないじゃん。笑わないのってまず落語家の基本要素じゃん。ああ、自分で笑っちゃったりしたらね、うん、だけど自分でこれからする話つまんない話なのに笑ったりするじゃん、なんか。そのつかみどころがわからない、なんか。あ、そう、笑いポイントかな。ちょっとあのこの人をちょっとさらに掘り下げてみたいという方は、はい、今週のいつの放送になるの？今度の日曜日だから、うん、15日の月光団、はい、16時からのね、16時からの、うん、それの中でなんてこんなんだっけ、新しく月光団寄せ、月光団寄せっていうのが第1番、1回目チャレンジャーだね。そうだね。もっといるだろう、大ビリンとか行ったら。やめとけ。青学のかなりの飛び道具から最初スタートするい、はい、ね、第1回目、記念すべき1回目の出演ということで ね、うん、ぜひぜひ。俺も結構ね、あのこの間はあのカオリンと一緒に談春さんの独演会行ったりとかね。あ、行きました ね、 ね、談春さんのあのその前にやる人たちも楽しいからね、うん、ああいうのって見に行くと好きなんだけど、これちょっと楽しみですよ、ね、君はなんでさっきからそんなに俺をガン見するんだ。本当なんかちょっと針の虫が
急にね連れてこられて座らされて、ね、球団大会に本当にちょっとやっぱり怖いあそうあちょっと怖いかそうだよさなんか本当になんかもう大変失礼なこといやいや全然大丈夫ですよ全然皆さんもあの書きたい放題だけど面白がってると思いますそうそうそうみんな結構受けてるよ瞬間的によく書かれてらっしゃるさすがアンタッチャブル柴田違うか似てるって言われるアンタッチャブル柴田、うん、どなたかが分からないあそっかあそっか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 そういう人がね いるの結構みんなあれだね落語詳しい人もいるんだねエリオットネスさんではないなんでエリオットネスが出てくるのアンタッチャブルアンタッチャブルのねあの FBI の方だね分かんない分かりづらいけど分かりづらいけど俺好きだなこういうゲームあそう、うん、今日でも結構なんかあのまずあのカオリンがまだねあの掴みきれてない感じが非常に面白いですねそうです ね、うん、ちょっとどうしていいかな向かい側で戸惑っている顔が非常に面白いですねあそうですかバレましたかでもとってもいいですこれあのちょっとなんかそういう寄せとか大学でなんか定期的にやったりとかするの定期的ではないです、ね、なんか文化祭とかでやったりとかする感じ青山祭ではこの前やりましたしあとは営業の依頼がいただいたらあったらやるんだ引き受けたりまあものにもよりますけどもちょっと月光大寄席を発展させてさ町田ウエストボックスでさ大学対抗のなんかそういう寄席みたいのねそれでほら大学生のその大学のお知見の人たちが並んで大喜利やったりとかさ、うん、みんなでネタやったりとかすごい楽しそうですねそういうのやろうよねそれ出て急何でも急ですね。急ですね。本当に予定が合えば出たいんですけども、ね、あと人数大丈夫かな？青が確保できるかなって。何人ぐらいいるんですか？お知見。一応21人ということにはなってますが、いっぱいいるじゃないですか。うん、もう講座に上がるのは3人ないし4人。4人少ないそうだね大体3人です、ね、あそうなんだ、はい、今の会長とあと私の人同期1人で、うん、この3人が必ず青学依頼すると来るというなるほどねなるほどねギリギリな人たちだ ね、 ね、いいねそれは楽しみだでもちょっと実現しましょう、ね、ぜひやりましょうね俺も落語大好きだなそうですね今日いいキャラを見つけられて嬉しいですなんかねまあ多分あのもう結婚で呼ばれることはないと思いますそんなことないですこれ好評だったらまた呼ばれるだろうし ね、 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 ちょっと2回3回と俺もちょっと気になるわちょっと聞いてみよう結婚なんで、うんはいね、じゃ あ、 あのこの後もあの学校の方も大変でしょうけれども、はい、お知見の方も一つ頑張ってください あ、 ありがとうございました何だっけ2代目回転寿司すきすけはい、すきすけさん2代目回転寿司すきすけすきすけさんでしたでしたありがとうございました急遽ね来ていただきましたすいません荷物多いなそんなんでそんな荷物持ってんの学校のフィットネス学校のフィットネスとか行くんやそんな弱そうな感じでフィットネスとか あなるほどね頑張ってねこれでもう大丈夫だからまたねいやまた新面白いですね新キャラ捕まえちゃった ね、 ね回転寿司すきすけ、すきすけさん2代目回転寿司すきすけさんいや面白いわ面白いねこういう人なんかこの間そうあのさっきムツゴロウさんも書いてたけどあの、うん、大比林大学のお知見の人があのもやさまにね出てたよねあそうなんだなんか全国でいいとこ行ったみたいな人が落語をやって、なんか大学の人でもさ、うん、あのたまにその真打ちの前のその前座の人なんかが やってるとさあの全然やっぱり空気が違うじゃないなんか、うん、だけど意外と大学の知見の人の方が結構うまかったりね鳴かず踏んでたりとかねへするわもんねいや面白かったなフィットネスっていうね意外な言葉が出てきた最後まで面白いなんかね
掴みどころのないどこまでした。どこまで狙ってんのか分かんないよね。分かんないね。そんな新キャラをちょっとご紹介させていただきます。はい。まあね、なんでこう騒がしかったかがよく分かったよね、なんかね。そうですね。なんかさ、なんかどうしても小塚君ってきっとこんな人かなってずっと思い。あ、そうだ、俺がいないんだ今、うん、ちょっと待ってね。え、回転寿司すきすけ宣伝アカウントとかは何これは。ごめんごめん、嘘でしょ、こんなのがあったって。本当に、あ、本当に、あ、青学おつけん2代目かえ、すごい、専門宣伝専門アカウントだって。何のためにやるんだ。え、だからいついつやりますよっていうことでしょう。必要なの本当にそれは。へえ。ザカさん、回転寿司さんの方が普通の人です歌吉さんが法学部時代に西さんに捕まったらあんな感じだろうな。いやでも特に面白い人だったもんね、なんかね、うん、いやいつもはなんかあの知見の人とかでもなんか、うん、あ、真面目な人なんだなとかさ、やっぱり大学生って感じだなとかっていう人が多いけど、今日はちょっとね、最初から怪しかったね。怪しかった。あれ、こいつは、こいつはもう狙ってたんですね。こいつはもしかしてってもう最初のファーストコンタクトで思ってたから、うんうんもうね、さっきもう一切やらなかったけど早口言葉が超面白くって、なんか、うん、言えてました。あの、言ってないな、お前。少女シャンションショー、少女シンシュンシャンションショーみたいになってて、だからやらなかったのかな。そうみたいな。そこはやらないんだと思ってあ、本当だ、西さんが2カメで映ってる。あれ、あ、ごめん、あれもう消したはずなんだけど、はい、消えた。ねえ、ちょっとどんな風に楽しいだ、楽しみです ね。で、こんだけ落語の人もいろいろ面白い人がいるんだよね、うん、ボックス寄せやろうよ、月光団提供ので、月光団 の番組枠もちょっとそれで収録できるじゃん、うん、なのね。じゃあセミマルさんにプレゼンだね。ね、それやろう、それやろう、うん、ちょっと楽しみだわそれからさっきはあのガオリン、あれ見た、メッセージとかって。あ、さっきちらっとメッセンジャー、ええ、ね、これなんとなくやりそうになってきたよね。はい、何をイベント、うん、ね、何をだよね。やることになると思います、クリスマスイブに、うん、クリスマスイブにクリスマスイブに何かボックスでイベントを、楽しいイベント、何かボックスでイベントをやろうと、やると思います、だそうです、ね、それの企画をなんかちょっと本番中のメッセンジャーでやり取りしてたんですけど、それでピコポンピコポン言ってたんですね。ピコポン言ってた、あ、ブル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 言ってた。あ、そうです、きっとメッセージがね、うん、言ってたんでしょう。そんなのもちょっと決まってきたんで、じゃあ皆さんね、クリスマスイブ開けといてください。12月24日木曜日、はい、ウエストボックスでイベントをやるそうです。クリスマスイブですからね。イブですよ、イブ、ね、申し訳ない、またイブに。ちなみにカオリが落語をやるわけじゃないですよ。やんないよそれでさ、俺ちょっとここで思ったんだけどさ、前 の、 あのクリスマスメドレーあるじゃん。うん、あれやったら、せっかくクリスマスにイベントがあるなら。うん、そうだね。すごい、カオリの大きな目が今細くなる超対策ね、あれね。やるよやるよ、ね、だってせっかく西さんが20何分の、ね、オケを作ってくれたんだもん。あれならほら結構ロングステージできるし、うん、ちょっとやってみるのどう、久しぶり。いいよ、やります、ぜひとも。だってやった、ほんとね、クリスマス伝説、いつ以来伝説のクリスマスメロデーメドレー
メロで。あ、そう。こんなきっかけだから言うわけじゃないですけど、この間水曜日の飛び入り、今年ね残すところあと3回4回とか。それ必要くらいしかないんですよね。それを言おうとした古谷香織さんがイベントの締めの、そのアコースティの締めのところで、さあ残してって綺麗に足したよね。アコースティ残すところ3回になりましたって言おうとして、さあ残していいよ。ちょっと一緒にしちゃっただけじゃない。あんなに綺麗に一緒になるもんなんだね。なるのよ。さあ残してなるの。本当に面白かったんだけど、メロディーどころの話じゃないじゃないですか、だって、ね、じゃ あ, 伝説のクリスマスメロディー、タップダンスも入ってるからね、あれね、本当遠い目になるわやりましょうよ、ぜひ。それで今その一緒にやる人たちはそこで何かCD を出せないかって今、うわ、ものすごい CD を出すんですか。そう、香織さんの曲も今回のアルバム作るときに2曲ばかりクリスマスソングがあったんですよね。でクリスマスソングあったんだけど、ちょっとこの、まあ、10月に発売する季節ものとしてはぴったりだけれども、ちょっとその季節で終わっちゃうっていう感じがするから、今回クリスマスの曲はちょっと外そうかっつって後から外したんですよね。だそれが曲があるにはあるんですよね。まあ、それをやる余裕があるかどうか別として、クリスマスってもう約1ヶ月後ぐらいなわけですよね。そうですね、うん、以上です。あれもこのステアコステメンバーズじゃあ、まあとにかくクリスマスイブに、そうですね、何かしらやるということで、ね、略したんですよねって。そうだよ、僕には分かりました。本当やった、分かる人には分かるんですよトナカイの代わりに獅子舞姿の日産登場します獅子舞ね。そうね、獅子舞全然しますよ。サンタさんになってみなもらわないとね。忙しいね、12月21日もサンタになるんでしょ。なんか昨日強制的になんか横浜セブンスアベニューで開催される。人の箱行って恥をかかなきゃいけないのか分かんない。でもあれクリスマスライブって書いてありました。書いてあったね、うん、まあ近ければそうなんだろうね。12月21日だから ね, ね、まあ、そんな楽しいプランも考えておりますので、はい、ちょっとじゃあ年末に向けてまだまだ ね, ねいろいろありそうです。こっからまたいろいろと年末に向けての特番とかね、スペシャルプログラムとかいろいろ決まってくるんですよね、ラジオの方もイベントの方もね。ちなみにね、クリスマスがね、うん、12月25日金曜日なんですけれども、はい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 、金曜ハミングは特番のためお休みになります。あります。で1月1日も、あ、1月1日も、まあ、元日金曜日なんね、元日なんでね、そんな日に金曜ハミングってやられてもね、誰も聞いてないと思う交通情報ですって、いやそりゃ空いてるやろっていう、うん、だから2週続けてお休みになるんだ ね, ね、今年の初めてじゃない、2週続けて金曜ハミングお休みする。どうしよう、しかもクリスマスにで、クリスマスとお正月どこ行こうハワイとか行けるわよね。どうしよう、芸能人みたいにハワイに、ねカウントダウンは今年もあるんですかね。そうね、まああるんじゃないかなっていう、うん、そう、残して、あ、こ、や、こすところあとさ、もうわけわかんなくなっちゃうカウントダウンは普通にやると思います、多分ね。そんなイベントとかあと特番とかもね、今年はなんとなくだけどさ、スケジュールさえ合えばミュージックボックスのメンバーみんな生でできないかなと思うんだけど。
お正月、年末年始、年末年始、あ、去年とか今年の、 あの、まあ、またいだ年末年始は確かミュージコさんが、うん、なんだっけ3、4時間、うん、ミュージコのなんだっけね、大反省会みたいな、そうだね、そんなような、なんかそんなのをやったし、そうそうそう、お正月もね、うん、だそういうのをなんか、うん、古谷香織さんもほらニューアルバムを出したしさ、おそれで新たなアランヒルズっていう仲間もできたし、はい、それぞれじゃあそれぞれなんか4組がね、それぞれの時間をちょっと長く使って、うん、アランヒルズはほら自己紹介的な、あ、そうですね、多分曲とかを2人いるし、うん、かけていったら多分 3,4 時間はできるだろうしさ、うん、古谷香織さんもアルバム2枚出してるからさ、うん、曲だけかけても2時間2時間ぐらいとかもできるしね、うん、ミュージックも結構いろんなとこ行っていろんなエピソードあるからね、うん、すずねちゃんのスペシャルもやろうと思えば何でもできるもんね、なんかね、うん、なんか日本中の方言を集めてみようか、本当、ね、早い、もう年末年始のお話ですね、本当にね、うん、そっか、トマトさんのお誕生日に大反省大会やってたんだ、ミュージコさんね、そう、ミュージコさん反省会やってたね、そうそうそう、ちょっとそんなことできたらなと思って、ただタイミングがね、まだ年末スケジュールとかね、出ないと何とも言えないんですけど、はい、じゃあそんなのもあるかもしれないということで、ね、いろいろといよいよ年末年始の企画がいろいろと動き出しましたね、ですね、あっという間です、今年もバタバタですよ、こっからはもう年末に向けて、うん、ぜひ皆さん、あのちょこちょこ発表していくと思いますので、お付き合いいただければ、まず12月中にはそんなイベントもやろうかなと思っておりますので、はい、さあじゃあ、数字を決めて、数字当てを今日はやりましょう、はい、まずは数字を決めるんですけど、はい、どうしようかな、今日はどうやって決めますか、どうしようか、みんなで考えてもらうのもだいぶやったからな。数字もらおっかな。皆さんに考えてもらえますか。誰に考えてもらおうかがね、俺がじゃあ示しちゃっていい、うん、じゃあね、うん、すみのりさんと歌吉さんと健郎さん、おお、パッと決まりましたね、うん、の3人に数字を送ってもらおう、すみのりさんと歌吉さんと健郎さ ん、僕のアカウント、もしお忙しくなければぜひ参加していただきたく、一桁ずつ数字を送ってください、はい、数字の0から9までの何か一つを決めていただいて、西さんにツイッターの DM で送ってください、はい、呼ばれましたよ、まあ誰が選ばれても送るんですけどねっていう人もいるけどあ、そうそう、1月4日はさ、ミュージックボックスのさ新年会スペシャル的な収録も、そうなんですよね、これももう決まってるんだもんね、そうなんです、そうなんです、ここで1月分全部撮る予定だね、うん、そうなんです、だから、来年1月は5週金曜日があるんですけど1週目は一番最初に送ってくるのが青鬼さんっていう選ばれてない人っていうね、1月1日はミュージックボックスもお休みで、
だから1月に関しては私が2週目から始まってそうだ、ね、ずれてって5週目がアランヒルズっていう感じになるね、はい、なあれえそうだっけ1週目は何もしないんだっけ1週目が1月1日なんですけどはないんだっけそうですねトークに撮る予定はないですよあれなんか俺書いてなかった別にどこかで撮ろうと思っていたりするのかな。あれ？ミュージックボックススペシャルって書いてあるけど。あ、じゃあどこで？何のことやろ。1月ついなんかじゃ収録してそれを収録済みのものを流す感じなのかな。あれ？ミュージックボックスの収録ってさ。うん。もう7日で終わるんだよねそう7日で終わるんですよあれ7月1日？よう分からへんいやーよう分からへんって分からへんなんかなんでみんななんでみんな勝手に送るの送っていい人は3人だけですよ墨則さんと歌吉さんと健郎さんだけですよ大丈夫いろんな人がくれてるけどまあいいやじゃあもうその指名した3人の人以外の人からくれた数字で嘘え指名された意味がないじゃんそうだよねそれじゃ意味ないよねうん。だよしさんは送りましたってありがとうございます健郎さんもはーいってすみのりさんはまだ見ててくれてるかなあもういなくなっちゃったわからないまだ来てないですかそうだねでも大丈夫いろんな人のが来てるから鳴りやまないね鳴りやまないんだけどザカさんもおつかくんもありがとうじゃあ私も送ろっかいつもだからあ回転寿司くんもう帰っちゃったからね指名された人以外勝手に送らないでくださいってトモトさんが注意書きしてくれてるけどカオリン何送ってみた送んじゃねえよなんだいやなんかみんな送ってて楽しそうだからあとすみのりさんかなすみのりさんどっか行っちゃったかなどっか行っちゃったかなそしたらじゃあそしたらいくつ集まったの？いっぱい。じゃあね。じゃあすみのりさん多分もう聞いてないみたいだから。まだ来たよ。すみのりさん？違う？違う人。待ってない人からばっかり来る、うん。今ね7人ぐらいがくれてる7人も7桁になっちゃうねどうしようかなじゃあ選んだその2人とそれからランダムに誰かのおじゃ入れますお誰かの数字誰かの数字、うん、誰が当たるかは分かんないそうだねちょっとカメラ切り替えるねうん墨則さん滋賀県だから遠いのかもねってそういうことじゃないそういうことじゃないのはみんなわかってると思う7桁なんて絶対当たんないだろうね皆さんもう大丈夫ですよもういっぱいあるので大丈夫だと思いますもうね11月ももうすぐ半ばですもんね早いな私もね新しい手帳買いました来年の手帳
相変わらずなんかシンプルな感じですが、いいですよね。なんか新しいさ手帳を買うとさ、ちょっと楽しくてさ、なんか新しい予定をいっぱい書いて綺麗に書こうとか、ちょっとシール使っちゃおうかなとか、今ちょっと楽しいです。手帳を新しく使い始めるのが。あと iPhone ケースも新しくしました。なんか新しいといいですよね。新しいものがいつも使うものの中にあると、ちょっとそれだけでテンションが。正解は日産のマイナンバーで、マイナンバーはまだ来てないですよ。なんかまだ 1% ぐらいだとかってね、ニュースでやってたけど、どうなるんでしょうね。手帳買ってない、最近手帳使わないっていう人もいたり、アナログ、そう、私もね手帳はねどうしてもやっぱり昔から使ってるような普通のこういう手帳が好きなんですよね。 iPhone とかでもね管理全然できるんですけど、やっぱりなんかね予定だけじゃなくっていろんなこと書きたいから、毎年ねなんか大きさとかはいろいろ変わったりするんですけど、今回はこれぐらいの大きさのになりました。ねえ、配達する人も大変ですよね。これからだってまた年賀状とかもあるしね。はーい、車に忘れないようにします。ん？はい、わーかった。数字決まりました。はい、決まりました。お一人だけ別の方がいらっしゃいますけどね、指名されてない方が入ってますけれども、それが誰なのか。誰でしょう。送った人は俺かってちょっと今思って。あ、そうだよね、うん、これちょっとドキドキじゃない、ね、これちょっと楽しいね。そうだね、これありやね、ありやね。さあ、はい、ということで、じゃあお題を。お題ね、何がいいですか。お題どうしようかな。11月、今日のテーマはなんだっけ。まあ日産には無縁ですよね。あ、そうだ、ごめん、ちょっとだけ休憩させてもらっていい。はい、ちょっと涼んでくる。ちょっと涼んでくるの意味が分かんないんだけど。ちょっと涼んでくるってなんで暑いの、こんなに寒いのに。おかしな、おかしな人だね。今日は寒さ対策、あなたの寒さ対策を教えてくださいっていうテーマでメッセージ募集したんですけれども、メッセージで参加してくださった皆さんもありがとうございました。いろいろありましたね。やっぱりなんかヒートテックだったりとかね、最近あんま言わなくなったけど、ババシャツを着るとか、青鬼さんはなんだっけ、パッチって言うんだっけ、あのなんか桃引きみたいなことですよね、確かね、お履くとか、だから中に履く着込むか、あとは上にねジャケットを着込むか、マフラー巻いたり手袋を使ったりストール使ったり、まあ、そうやって物を使って温める人もいれば、食べ物でね、生姜を飲み物に入れたり味噌汁に入れたりっていう人も多かったですね。あと一味を食べたり、靴下のところに一味を振りかけると凍傷を防げるなんていう冬山
に登る経験から出たそんな対策があったりとか、あとはやっぱりなんか辛いもの、キムチを食べるとかね、そうやって食べてあったかくなる、あとは運動をするっていう人も多かったですね。とかね、ストレッチするとか、暖房器具もいろいろありましたね。石油ストーブを使う人、電気ストーブを使う人、オイルヒーターを使う人、いろいろなこだわりがあって、皆さんねそれぞれ暖房器具も選ばれてるみたいですけどね、何をどれがいいのかなって、やっぱ使ってみないと分かんないですよね。まだ扇風機置いてますか？本当？密封型、密閉型ヘッドフォンで耳をかばうかな。耳寒くなりますもんね。なんかさっきもメッセージで、坊主頭で頭はそんなに寒くないんだけど耳が寒くなるっていう人いましたもんね。耳、そうね、私もなんか寒くなったりとか雪が降ったりとか、そういう時は耳当てとかもしますもんね。耳を温めるとかもあるね。そうだ、青鬼さんの新聞を巻いてたっていう、若い時バイクに乗る時って、あ、履かないけどって書いてあったんだっけ。新聞どうやって巻くの？新聞をまとめ巻いてなんか貼ったりするんですか？それってすごい謎だった。お茶も効果ありなんだって。コーヒーは体を冷やしてしまうからおすすめしませんと言いながらコーヒーを飲んでるアカウント。そっか、温かい飲み物でもお茶とかの方がいいのか。コーヒーは体を冷やしてしまう、いろいろあるね。モカタッチさんはまだ暖房器具使ってないですか？戻ってきた。ただいま。涼しくなりました？うん、うちはまだあのこの間冷房をつけたよ。冷房なのね。開けとけばいいじゃないですか。そこいい、開けといて、うん、こっちまで、そうだ、ね、来ないと、ね、いないでしょ近くに。他の人他の人いたら寒いけど、迷惑だよね。一人しかいないならいいんじゃない。よし、腹巻き毛糸のパンツ。お腹とかでも冷やさない方がいいからね。そうね、本当新聞紙寒さ対策に効果的とよく聞きます。そう、なんか段ボールだけで寝るよりは新聞紙を巻いてから段ボールで寝るといいって。そうなんだ、言ってる方がいたわ。へえ、もう北海道とかも私持ち歩いてるしね。あ、そう、いつでも。あ、そう、もういくつか使いましたよ今年も。すごいよね。隣で俺が半袖を着て汗かいてる時にカオリンは北海道張ってるんですよ、うん、不思議よね。寒いもんだって。同じ人間なはずなのにね。さあ、お題どうしますか？お題どうしようかな。釣り吉三平でも新聞巻いてたって、うん、耳を温めるだけでも体感温度が変わるの。耳冷たくなるもんね。ああ、そっか、風がさ、空気とか冷たいとさ。それじゃなの？毛細血管とかが少ないからじゃなくて、割と肌よりも最初にほら耳が冷たいからこう耳たぶ触ったりするじゃない。まあいいや。なんかでもほら髪の毛とかもさ、うん、寒い時はさこうやって下ろしてさ耳隠したりするだけでも全然違うよ。そうね、うん、確かに。結構アナログ管理してる人いるのかな。スケジュールとかスケジュール手帳とかで使ってる人いる、ね、好きな人は好きだよねやっぱり。そっか、うん、俺いつ頃からかもうずっとデータに移行してたな。携帯電話になった頃からか。うーん、
さすがトドは寒さに強い。タケちゃん熱海って 9度だって。違うねまた。いや過ごしやすそう。町田だって12度ってさっき坂さんね。町田ちょっと暑いもんね。12度でね。暑いか。9度ぐらいになると過ごしやすいわよね。しまっちさんこんばんは。こんばんは。大丈夫です。こんな時間からでも大丈夫です。大した話はしておりません。大した話は何もしておりません。で大したゲストも。ゲストは面白い。おかえりなさい。こんばんは。どうしようかなお題。熊本17度だって。うわ暖か。室温 24.4 度。どこさん寒い。寒がりさんなんだね。そっか。平気だな。はい、今日は13日の金曜日。そうだったね。ね。そういえばたまにあるよね13日金曜日ってね。うん、13日金曜日だからと。そういえばね、うん、テレビの占いで、うん、乙女座が最下位だったんですよ。うん、でなんか香織さん乙女座ですよね。そうそう、ラッキーアイテムとかさあるじゃないですか。ラッキーな人だったかな、うん、なんか昔と今と姿が変わった人って、うん、なんか書いてあって そんないくらでもいるやろ西さんと思って。だから今日西さんといるとなんかいいとこだと思って。やった今日西さんと一緒じゃんラジオでと思って。俺はアイテムにするな。だって借り物競争のアイテムみたいな。だって昔と今と姿が変わった人って誰。昔と今で姿が変わらない人なんていないでしょ。だってへえ。ちょっとすごいツボだったんですよね。いるいると思って、身近にいるわと思って。そうそういうさ、なんかさ、いろんな占いとかってさ、微妙なやり方するよね。いやそれは誰だって当てはまるだろうみたいな、うんうん、身近に 誰かしらそんな人いるじゃんっていう、うん、だけど多分みんなの頭の中にはあ、じゃああの人だってイメージするようなことかね、うんうん、そんなんずるいわなんか。天皇さんとこは11度だって。そっか、広島11度。あんま変わんないねここで町だと。そうだね。うーん、ダカさん今日良くなかった。乙女座ね。でも大体あれだね、前も一度そんな話になったけど1位乙女座2位が水瓶座みたいなことないね、あんまりね。あ、なんか離れてるんですよね。どっちかがいいとどっちかが悪いみたいな。そうそうそう、ね、ラッキーパーソンは2歳。あ、そうラッキーパーソンね。占い、あの乙女座の人はみんないらっしゃい。そうだっけ、西さんを見ておくといいかもよ。いいよ、ご利益。ここからの運気が。わけあるかい。なんだろうな、久しぶりに考えると決まんないな、こういうのもさ、うん、なんかそういうそういう脳の使い方をしてないと出てこなかったりするよね。乙女座結構いるね。あ、ほんと。そっか。へー、おー、龍雪さんも乙女座。へえ。日産を拝んどこ。うーん、そうだな、じゃああのあれにする、 FM 相模の相性にする。おお、現在募集中です。そうなんですよ、もう11月いっぱいで、はい、終わるんですよ、はい、11月30日までです。ね、最初は15日だったんだよね、締め切りね。そう、本当に今週で締め切りの予定だったんですが、あと2週間延びまして
今月いっぱいまでっていうふうになりました。素敵な愛称を考えていただいて最優秀賞を取って、しかもそれが採用されると10万円いただけるという、ね、最高10万円ですって。すごいね、いいね、でかいよね。あの FM 相模のホームページを見ていただくと、この今持ってた愛称募集の内容がホームページの方にも掲載されていたり、あとはホームページからフォームを使って応募していただくこともできるので、そうですね、よかったら考えてみてください。はい、デブカメ座っていうのがあるんならそこだろうけれども、デブカメ座がないから水カメ座なんだよ。青鬼さんは水カメ座ですか？同じ近いの？あ、そうだね、青鬼さんはね。愛称募集ありがとうございます。リンクを貼っていただいて。そうそう、局によってね全然順位違ったりするからね。ねえ、これも不思議なもんよね、うん。まあ信じるも信じないもあなた次第です。何都市伝説みたいになってる。じゃあちょっと一回あのみんなに FM 相模の愛称を考えてもらおうか。はい。あんまり弾まないかなでも。なかなかね FM 相模の愛称。そうだね、もうなんか一通りその FM 相模とか相模原とかに詳しくないと、うん、あんまり愛称っていう呼び名出てこないじゃない。でそれでこの間はなんかキャッチフレーズ的なものを募集して、それでちょっと違う角度からもうちょっと集まっにしないと集まんないだろうなと思ってやってみたんだけど、キャッチフレーズばっかり集めてもしょうがないしね。そうだね、13星座と蛇使い座懐かしいね。ああ、13星座とかね、うん、まあ占いっていうのはいい時にだけ信じるとかもあるし、ね、そうそうそう、それでいいんじゃないでしょうか。特になんか最下位でなんか嫌なことあったかっていうとないしね。そうだよね、あんまりね。そう、10万もらったら毎月ボックスに遊びに来てくれるって。もったいない、もうちょっとなんか有意義に使って東京に目は向いています。でも相模大好きみたいなキャッチフレーズ的な、うん、そうね、なんかねどうでしょうね。あ、そうだよね、その高さんが書いたそのリンク貼ってくれた相模原市の参考にしてもらうのもいいかもしれないな。それであこれいいなっていうのがあったら、自分でもあこれちょっといけんじゃないかなっていうのを思いついたら、あの FM 相模のページのね応募フォームから送っていただければ、うん、送ってもらうだけでだって10万円もらえるかもしれないんだよ。そうだね、ね、送って見ちゃおうよ、見ちゃおうよみんな。ユー送っちゃいなよ、送っちゃいなよ。あの相性だから何でしょうね。例えば J-WAVE とかだって相性だよね、ラジオ局の名前ではない、ね、ではない、うん、東京 FM だ、 FM 相模だって実際、まあ、株式会社 FM 相模なのか、社名でもあるからね、局の名前でもありね、それをなんか相性として、うーん、例えばレディオ湘南とかはどうなんだ。レディオ湘南もそうかもね。あとキッス FM とかあるじゃない、神戸、うん、神戸だっけ、ね、湘南ビーチ、湘南ビーチ FM とかもあるよね。そうだね、 FM 渚ステーションも多分そうだよね。 そうだね、あんまりこうね、そう、曲の名前とは違いそうな、湯河原熱海とかのコミュニティだけれども、うん、なんか相性としてそういう分かりやすい、うん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 、ね、そういうのが一番、はい、覚えやすく、参考町田市は東京都です。親しみやすくみたいな。そうなんです、 FM 相模はね相模原だけじゃなくて町田とか相川町でも聞けるので、ね、うん、まあ、なんか相模にこだわらずに、うん、広くねいろんな人にもこう親しみを持っていただけるような相性がいいかな、うん、社名は J-WAVE なんだ、うん、社名はそうだけど曲名は違うのだ、うん、あ、そう、いろいろあるんですね。そうなの、
じゃあちょっとそれやってみようか。少しね、やってみますか。少しのやってみましょう。じゃあちょっと皆さん FM 相模の相性を少しの間考えてみてください、はい、じゃあ数字の0から9を入れてね。はい、スタートー。いっぱい結構あれ俺ピンポンどこ行った。面白いなと思ったら西今まで順調だったのに、だったのにね。なぜ今落ちる。町田愛川も含めてとかもね。だから今町田相模原愛川あたりのところを中心にしてるので、うん、相模だけじゃないのかなっていう気もするしね、うん、FM 相撲じゃないよ相模だよ長いね。もういっそのこと FM 相撲って言っちゃったの。FM 相撲東京町田市はそうなんです。東京シェリーの何相性だから何でもいい。何でもいいんです。シェリーでもいいんですよ。何でもいいの。コウモリの里 FM 相模。コウモリはどこにでもいるよ。キューティクル何うすうす相模は違います。どういうこと。どういうことよ。何うすうす相模ってどういうこと。 FM チャオ、あとの湯河原 ね、 うね、うん、チャオもそうだね。聞いててよかった RKB。 RKB をそう例題としてはいいですよね。あ、ふかふかだろうってふかふかラジオとかよくない。ふかふかラジオこれね、曲 FM 相模を聞いてる人はちょっとふかふか。もうそしたらあれ CM なくせないじゃんなくせない、あのバージョンでずっとっていうかスポンサーいなくなったらどうするんだって。そうだよね。ふかふかだろうが。ふかふかだろういいね。FM 相模の愛称を西ラジにしてしまうプロジェクトの皆様。いやーそんな。それは強引すぎるよね。ラジオは相模っ子。ああいい響き。相模っ子。エスカルゴー。エスカ。あの曲が使えるっていう、ね。エスカルゴーね。宇宙 FM。ジャクサの、ジャクサのね、ね、移転問題の話もなんかありましたけれども、しらじってそのまんま、ありがとう。元気放送局、あ、ジュネスさんらしいな、真面目なストレートな回答、ジュネスさんらしい、すごい好き。FM ハミチン、なんで？FM ハミ83点までは合ってるんだけどね。ハミングとかならね、83点の。9はどこへ、どこ行っちゃった神溝の恋、四方どこでも FM 相模いいのかな。よも、よもじゃない、ね、0.839 ミリ FM 相模だよ。ジャクサにしたら引っ越さないよFM ジャクサ、 FM ジャクサ、これちょっといいかもね。ちょっと強引だけど、強引だけどここまでしたらもう ね、 ね、移転してできないよね。移設移転されたらこんな寒いことないわけね。ジャクサないけどねって言わなきゃいけないよね。FM ジャクサいないけどね。いないけどねって。横浜線ラジオ、あ、これもいいね。うまい。あ、横浜線。県東放送局、県の東の放送局。FM コウモリ、さっきも出たね。ブロックストップ。ブロックはカオリンだけだからな。FM ザブ。ザブ？ザブトンはいろんなところで出してんじゃないかな。ドキドキ FM。こうじゃねえ。ジュネスさんっぽいね。なんかね。なんだろう。すごい素敵素敵。俺大好き。壊れかけていないレディオ。曲の問題ではない。何かあった時にちょっと。シャレにならない、ね。シャレにならないわよね。却下ってどういうこと？FM ガミさん。FM ガミさん。FM ガミさん。これいいじゃないですか。でも相模のサオと FM ガミさんちょっと呼びやすいよ、うん、SG ステージ、これぜひ送ってくださいね。皆さんね、いけるんじゃないかと思ったら、あと1分です。 SG ステーション、あ、 SG ステーションとかもかっこいいね。もうなんかちょっとおしゃれな感じ ね、 ね、ハミングサム、これあれでしょ、相模原愛川町田を合わせてサム。おお、塚くん俺サムっていうの、俺もサムっていうの思いついて、うん、少し前にあのサムとか、うん、サムステーションとか、うん、なんか
FM サブとか使えないですから、あ、それ結構来てますって言われて珍しくなかったんだ特にハミングが聞こえるニャンニャン FM、 ハミングが聞こえるとかでもね、ちょっと使えるよね。そうね、ハミング、そしたらあの曲ずっと使えるしね。そうね、うん、西からジャック FM 相模、西、あ、西からっていうのと、でも西からだと関西になるもんね。うん、10秒前FM165、 これなんだろう、16号、結構いろいろ結構全国いろんなところ走ってるもんね、16号ね。見晴らしラジオ、ボックス FM 提携してるのかしら、ハミングラジオ、ハミングラジオとかもいいね。そうね、ハミング、うん、ぜひダブルです、これトマトさん送ってみるといいかもしれないよ。多分ハミングとか何人かいるかもしれないけど、そう、ね、抽選なんでしょ。あ、そっか、かぶった場合ね。抽選だとしたら多分一番当たりそうなのはハミングじゃないかなって思ったとしたら、うん、それで抽選にしてもさ、宝くじとかよりは全然確率高いじゃん。そうだね、選ばれる確率としてはね、何万分の1とかではないじゃん、うん、送ってみるべきだと思うんだけどな、うん、よかったら、よかったらラーメン州の FM 相模、これ絶対ないわ、ないねFM、 あの相模原ラーメン激戦区、そうだけどね、西沢あげるねハートフー FM、 もうジュネスさん素敵もうジュネスさんの作る FM 局で働きたいよ俺はかな中ラジオ、あ、これもいいね、神奈川中央のラジオね、かな中から訴えられること間違いないしねそうだね、ちょっとね、カオリンウェーブ、私物化じゃん面白いけどFM サーマ、ゴサロ FM、 あ、橋本ゴサロに淵野辺ゴサロ、うん、うまいね、聞いててくれてる人の答えだよね、うん、これね、まあ、日本全国いっぱいあるんだけどそうだよねAM みたいな FM これも素敵、これも素敵、なんかもう今 AM と FM の差がなくなってるもんね、うん、あ、ちょっと飛ばしたとこ行きますね、はい、お願いします。ノコステラジオ、クロスウェーブサム、おー、いいね、発作ラジオ、発作839ね、作もイグロさん、西ザブ、隣町は東京都 FM、うん、みんなの FM 相模、おびっくり FM、 あ、トドラジオバド相模みんなの町ラジオ、夜間飛行 FM、 はい、どうぞ。なるほど、月光団ハミングラジオ、なるほどね、これ夜しかできなくないですよね。小田急、小田急、京王、JR 全部、金魚、スノーと皆さんの FM、 こんなラジオに誰がした、これちょっと面白いねラジオ、駅から歩いて14、15分、遠いな遠いなFM ローゼン、あ、相鉄ローゼン、ね、だったね。 FM 私の手、これ却下されるやつ、面白ラジオ、唐沢FM、 マグレブ、ユニーク FM、 もうジュネスさんの全部あげちゃうなすごいね、いっぱい出てるよ。何でも濃い FM、 コウモリ FM 多いね、セントギガ、あ、選択しなきゃ FM、 何それこれしょうがないから読むけど、貧乳ラジオ、いや、意味わかんない、意味わかんないよね。神奈川中央ラジオ、さっき神奈中ラジオあったもんね、うん、FM ウエストフリート、うちの会社がテルテミリオン相模ミユー、すごい、あ、テルテ姫と相模原のゆるキャラが全部相模とミュールすごいね、コケ丸もいるんだよ、コケ丸ミュールコケ、ミュールコケそれからレディオフォーフューチャー、かっこいいね、リッチなラジオ朝のすごいね、結局 FM 相模関係あらへんやんちょっと面白いね、ここでまさか朝のが出てくると思わなかった、ね
あれ今落ちて、あれ復活、すいません落ちてた。ドスコイ FM 相撲ハミングスーン FM、これ投稿タイム終了が入ってます。 FM 総集、リニアレディオ、あリニアの駅が来るからね、リニアぜあの大阪とか名古屋まで行くしね、ウェーブトライアングル西田も200円200枚200円って安っジネスおめでとうございます。今日すごかったもんね、書いておきます ね習得物 FM シリー送ってみるか。シリーはもう青鬼さん間ね、あの絶対来なさそうな馬に全部つぎ込んでスッカラカンになるタイプだよね本当にで10万円当たったらさ、ちょっとみんなであのミッチェルとかよく金曜ハミングのリスナーみんなでなんかあの焼肉とかその人のおごりですなんでその人のおごりですって。国道16号は神奈川東京埼玉千葉県を通ります。別名東京環状、そうなんだよね、千葉の方で、そっか、ミッチェル送ってみるか、いいと思うよいつもそばにいるよ FM、 これも素敵じゃない。あばよの月よし、じゃあチェックするからね、はい、チェックしてください。激安200円、200円でも高いと思うけど、リッチすぎるよね。コケ丸忘れたってザカさんコウモリはコミュニティ FM 下関のマスコットに使われてる。そうなんだ、え下関の方ってあのいるの、どこにでもいるよ。ねえ、ユーストで聞いてるドサンコさんがこんな俺でも送っていいですか。いいんですよ、もう本当になぜお前がっていう人まで送ってますから大丈夫です。全然今はね本当に日本全国で、ね、サイマル放送もしてたりするし、ユーストリームやってる番組もあるし、そうだからね、あの今日もなんか大津の方の人とか、うん、滋賀の人、滋賀、滋賀、大津の人と滋賀の人だ、あと広島の方の人とか、うん、あの九州の方の人とか、うん、すごいいっぱい送ってきてくれてる。へえ、相性、ね、うん、ですから皆さんどんどん、北海道の方でももちろん結構です、どんどん送ってください。熱海の方もぜひ。あ、総集は相模国の別名、ね、レインレイン FM ってどやどやって言われてもなそれはどうなんやとしか言いようがない。3って送ってみるかなって送れば紅茶の魔法 FM10 万当たったら東京遊びに行くな。あ、相模原も、相模原来いっちゅうねFM 相模で10万当てたら相模原来いっちゅうね、皆さんぜひ思いついた結構やっぱりいいのあったから、これの中のどれかになりそうな気がする。ミッチェルは別よミッチェルとかシェリーとかは別よ、シェリーもないな。だけれども結構ありえるかなっていうのあるもんね、割とね、うん、送ってみた方がいいよみんな。俺もなんか送ろうと思って10万円欲しいから本当に僕は出そうと思ってますよ。僕はやっぱりサムとハミングをちょっと、多分ハミングかサム、ハム、サムハミングあたりだと思うんだよな。前はね、FM 相模って FM ソックって言ったんですよ。SOCK。こんなの知ってるのサムソンさんぐらいだろうけど。FM ソック。なんかどういう意味なのかな。なんかそれぞれこじつけみたいになんかいろいろついてたけど、ぜひ FM なんとかとかね、当時は FM なんとかっていうのが主流だったけど、今もう FM つかなくていいような気がするんだよ。なんとかステーションとかさ、なんとかウェーブとかさ、今ドスって音がしなかった、どっかで、うん、下かな、下なんかやってんじゃない、下か、よ
やってました？うん、お隣だった。そっか、喋、うん、りながらねチェックしてるとね行っちゃいそうになんだよね数字をね。そうそうそう、前行っちゃったことあるからねそうだよね、前行ったよね、うん、おいって言われて、これ頭の中でさ、なんとか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 思いながらね、チェックしていくから、うん、FM ドスってどういうの？よし、できた。チェック終わりましたか？はい、終わりました。それではフリア先生から発表です。さあどうかな、出たりするかな。どうよ、ありませんでした。だけど嘘またど嘘でしょ。だけどだけど、あ、すみのりさん、あ、すみのりさんにね最初数字送ってもらおうと思ったんだけどね、お席を外していそうだったので違う人になりました。それ報告しなくてもいいんじゃないの別になんかさっきあのメンションで言われてるよっていうのを送ら、あ、そっか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 、ザカさんだっけ報告してくれてたから、ありがとうございます、はい、ごめんなさいね、ちょっとあの他の方に、他の方っていうかたくさん送られてきた、きたその中の一つを採用させていただきました、はい、そうなんです。え、嘘マジで、あ、なんか最近ちょっとねこの多いね、本当邪魔しましょうが、邪魔しましょう出たの、うん、うわ、邪魔しましょうが出ました、おめでとうございます。先生飯食えって言われましてね大事大事ご飯食べるじゃあまず数字発表しましょうか。そうですね、数字発表しましょう。今日は今日の数字は、だからこちらです。じゃんじゃん、7647星の虫、テントウムシ、七星テント、なんかねそれの写真をね、うん、あのアップしてる人がいたんです。んー、それを引っ掛けて764、はい、でこの 6がおたよしさん、はい、で4がけんろうさん、はい、そして7がかおりさん、やったなぜか私も送ったっていう、もうだから今の時点でももらえないわけですよね、何もね、ん、だから邪魔しましょうになったってことはもうもらえないでしょ。あ、そっか、いや何が欲しいんだよそうだ素敵なプレゼントがもらえるとか思ったか、えないわ、もらえないわそういうシステムだった、そうなんで、もらえないんです残念ながら、そうだ、あね、チって言えばいいのチって言えばいいのということで、まず、うん、はい、この香織さん、歌吉さん、健郎さんの、うん、あの何かもらえるシリーズはなし、西座部古座部がもらえるってやつでしたね、香織さんいらないですよね、まあ、残念でした、まあね、まずこのお三方の、ね、はい、数字764出していただいたの、あれその七星テントをアップした人はいなくなっちゃったな、あ、そうですか、うん、いなくなったね、もうすっかりいなくなっちゃったな、そっか、うん、フェイスブックでね、うん、あのムツゴロウさんが上げてたんだよ、なんかさ、ドンっつってるさあこの764の数字、はい、揃いかけたんですが、うん、揃いかけたんですが邪魔をした方がいらっしゃる、はい、その邪魔した方には西座部古座を差し上げるという、うん、邪魔しましょうでございます。さあということは邪魔された人がいるわけです、ね、はい、急に落ちるようになったな。この764をそれぞれ打った人をご紹介します、はい、まず7を打ったのはこの方、たけちゃんです。やったやったじゃないよ、たけちゃん残念残念。
ましたね。西さんに対する暴言じゃなくて。カオリンだってずっとバドゼミ。同じか同じか。ね、残念タケちゃん。はい。ね、ということでじゃあ次続いて6を打ったのはこの方です。だね。おつかくんです。おつかくん残念。これもなんか日頃のシュールさが。シュールさは関係ない。日頃の分かりにくさが出た感じかね。もう分かんないけど。今日数字を一番送ってくれたのは、うん、あのおつかくんでした。一番そうもう3桁ぐらいの数字とか、うん、もう十何桁みたいな数字とかすっごい送ってきてでへへへって言ってるからこれを取り上げちゃうとなんか調子に乗るから絶対触れてやんなかったの。行いかなやっぱり。行いかな。行いかな。そんな影の戦いも含め楽しんでいただければという、764の4を打ったのはこの方です。ケンスケさんです。ケンスケさん残念。残念残念でした。以上3人の方が揃えたんですけれど、はいね、こういうねすっとボケとか書いてるからお前はこんな目に遭うんやで。すっとボケとか書いてなければ当たったかもしれんのに、うん、みんなだからタケちゃんとかもあの大塚君を責めるように。なんでなんで。残念だったね。でもね764ねえ最近ほんと揃わないね。そう邪魔しましょうがさ邪魔しましょうずっとだって出なかったのにね。でもなんかここのところ続いてんですね。続いてるね。邪魔しましょうブームですね。健介さん残念。健介さんだけ残念でしたね。だけってそんな時もあるんですね。健介さん本当残念ですって。そんな本気で残念がらないで大したものじゃないんだから残念だよな。さあじゃあその、はい、さあ皆さんあの本当残念もういいねこの健介さんが本当残念っすってこう、うん、残念がってくださってる感じが伝わってくるよ ね伝わってくる。ここで発表されるこの邪魔しましょう獲得した人のいたたまれなさ、ね、ここを楽しんでいただきたい。さあそれじゃあこの邪魔しましょう獲得されたこの皆さんのこの3人を邪魔したの3人どころじゃないね3人プラス3人だから6人を6人のプレゼントを防いだのは誰なの。うわなんか発表しにくいな。えマジでマジで発表される。でもね、うん、いいことですもんね。邪魔しましょうになったっていうこと で西座フルザブもらえるんです。さらに先ほどねお西座部200倍マジでしたばっかりのジュネスさんでした。ね、日頃からこうやって素直に正しくまっすぐ生きてるとこうやっていいことがあんのよ。しかもそれでそれに対してこう、うん、日頃から行いの悪い人はこういう目に遭うのよみんな、ね、ジュネスさんおめでとうございます。はいジュネスさんさっきね200枚突破して、ね、ザブフルザブとプレゼントしますこういう日もありますね。ケスケさんジュネスさんだから諦めてちょうだい。ねはいということで邪魔しましょうに終わりました。ジュネスさんだとなんか知らないけど丸く収まるね。そうだそうだね。誰も責めないっていう、うんね、収まりがいいね。これからはなんかとりあえずなんかもうプレゼントあげるのが嫌になったらさとりあえずみんな邪魔しましょうジュネスさんでしたっつって何それダメほら俺なんか文字開けないで気にしないで気にしないで全然気にしないで気にしちゃダメよゲームだからゲームだからジュネスさん素敵ね本当にね素敵だ。俺はジュネスさんの子供に生まれたかったよ。何それそしたら俺はもうちょっとまっすぐに育ったような気がするよなんか青鬼さんのもう優しいよね喜ぶところですよそうだねここは喜ぶんですよFM ジュネスすごいいい曲になりそうだねいい曲になりそうだ ねもう A 面しか書けないっていう感じがするね。A 面しか書けない B 面とかはもう書けないよくわかんないそういいのいい感じじゃないだからいい、まあ、あのとにかくヒット曲しか書けないよっていう、うん、まっすぐあのニュースもあの
ネットネタとかは扱わないよっていう何それ、新聞の一面しか紹介しないよっていう、あそういう感じね、は真面目な感じ、真面目な感じでね、真面目で真っ直ぐで一本目、素敵よジュネスさん、はい、ジュネス FM がその後にそうだね、 FM ジュネス、ジュネス F、 ジュネスってどういう意味、そういえば、そういえばね、もうずっとあれですよ、私のことを応援してくださってた、ね、初めの時からジュネスさんでしたからね、ジュネスさんはジュネスさんでした、ね、でもさ多分ジュネスっていう英語があるとしたらあのスペルではないもんね、何か J だもんね、 JU かと思えば J のあたり Y が入ってるでしょ、 あれは日本語のローマ字体とかじゃないのさあ今ジュネスさんが書いてくれていると思います、うそ大丈夫、なんかめっちゃ長くなった説明が大変だったりするかもしれないよ、説明大変だったりしたら全然端折ってくれていいですけれども、うん、ね、じゃあ今日はジュネスさんが、はい、邪魔しましょうです、おめでとうございます、青春っていう意味がこのこれでだったでしょ、綴りでね、このそっか、そこに Y が入るんだもんね、本名だと名前ないよ。それ違うの知ってるわ。ちょっとセッチアンさん本名だったりして超面白いよね。あそうだね。ミドルネームみたいな。そうだよね。多分その青春とかっていう意味でジェウネッセっていうのかしら。これはね、ジュネッス。ジュネッスって感じなのかな。お、今日はちょっと9時前に終わりそうじゃないですか。あ、本当だね、うん、いい感じです、いい感じです。さあまたね、日曜日はライブがあります。あ、そうだね、はい、町田ウエストボックスでロックマイソウルスペシャル。あ、そうですって、あ、青春っていう意味、ものすごいスペル違いのままそうですって言ってるけど間違えちゃったスペルそれを文字、それを元にしてもじってそれ青春っていうのを堂々となるの名乗るのはちょっと恥ずかしい、 あとこれだと多分日本の人は読めないだろうから、うんうん、日本の人が読めない、読みやすいようなジュネスっていうのに直してみて、うんうん、これにしましたっていう感じなんじゃないかな、ジュネスさんのことだからきっと。たけちゃん、変えるべきは名前やないで改めるべきはそこやね。はい、日曜日はロックマイソウルスペシャルあります、はい、私も出ますし、西さんもバンドでアフターザテンイヤーズ同級生バンドで出演します。そうだね、またうちの同級生のバンドでさ、うん、チャーのカバーとかをずっとやってる、もう高校生の頃からやってるバンドなんだけどさ、はい、この昨日まで、うん、なんかカオルちゃん、ベースのカオルちゃんは、あ、多分いけるみたいな感じの返事をくれてて、うん、で村さんにも聞いてみるねって、ドラムの3人だからさ、うん、村さんにも聞いてみるねって言ったっきり音沙汰がなくて、うん、それで昨日15日みんな大丈夫なのかなって、鳥だって言われてるけどって言ったら、うん、村さんがやっとうん大丈夫だよって、うん、メッセージを昨日の夜くれて、もうマイペースだね、もう3日4日後なんやけど、そうだよね、それでだけど予定があるから何時に行けるかわからないって、そんなのあるなん、ライブだよ村さんライブなんやけどね、それで何時に行けるかわかんないって、とりあえずでもじゃあ離話で鳥なら大丈夫かなっつったら声が送られてきて村さん大丈夫かな、ちゃんと来てくれるのかな出演者さんですよ。そうなんですよ。それでカオルちゃんから最後に、よろしく、すみません、よろしくお願いします。何やりますかねっていう返事が来て、でそれに対して俺まだ返事してないんだけど、うん、何やりますかねっていうカオルちゃんの問いかけに村さんから、うん、2分後に、いや村さん。分かってる？おもろいやろ村さん。村さん。いいキャラなんですよねこれ得意やね、なんか何かっていうとこれが怒られてくるんだけど、何やりますかねっていうふうに、曲は何やろうかねって言った、あの曲やりましょうとかじゃないのねどう理解したらいいのそれ、全然わからない
楽しいでしょ。そんなそんな3人の高校生の同級生の3人の、はい、その他にもリーさんのバンド他にもね、バンドだったり弾き語りの人も出たりします。盛りだくさんです、ね、ぜひミュージックボックスの公開収録です。あ、そっか、もうそうだね、はい、3本収録するんですが、うん、ミュージコさん、アランヒルズ、うん、古谷香織、はい、3本撮りで私は3番目です。です、3番目なのでね、9時過ぎぐらいとか、うん、割と遅い時間なので、あるでしょうね、はい、あのお仕事の後でも間に合うかと思うので、うん、いらしてください。はい、それぐらいかな。そして引き続き11日は、うん、東京京橋のパニパニというお店でワンマンライブもやります、はい、ご予約の方も受け付けておりますのでお待ちしております。お待ちしております。ぜひって感じですかね。はい、よろしくお願いします。あ、青鬼さんもありがとうございます。告知の方を。そして今夜はミュージックボックスは鈴音ちゃんの、そうですね、はい、今週も楽しいですよ、うん、ぜひお聞きください。それでもいつもこのフェイスブック上でね、うん、ミュージックボックスのグループができておりまして、みんなそれラジオとかサイマルとかを聞きながらみんなで、それをコメントしたりしながらね、突っ込んだりしながら楽しく聞いております。そちらの方も申請して参加すればいいんだっけ、ね、そうです、申請すると書き込みができるようになるんですって、ね、はい、なのでぜひぜひ申請していただけたらすぐに承認いたしますので。ザカさんありがとうございます。こちらですね、 Facebook のグループ、みんなでラジオを共有しましょうということで、こちらの方に来ていただいて申請ってすると、読むことは申請しなくてもできるんだよね、だと思います、うん、はい、読むのはもう読めるんだけど、そのグループのメンバーを申請になるように申請してもらえると、一緒に書き込んでやんややんやと突っ込んだりできますので、はい、そちらの方にもぜひ参加していただける。ちたたかさんもうめっちゃ眠い、お疲れですか。お疲れ様です。気をつけて、ね、眠くなったら寝ましょう。そうですということで、はい、ぜひ皆さんミュージックボックスも楽しんでいただいて、イベントなんかもぜひ参加していただければと思います。今日最後何にする、何にしますか。今日は何をかけたんだっけ。さよならロンリーナイトと、ナイトと月の見えない夜も、さっきは全部君のせいだよ、全部かけたね。今日は息吹で終わる、扉、うん、あ、扉で終わる、扉にします。扉もね、諸見きゅうりさんっていう、そういえば、なんだ、勝利の方からメールをいただいて、うん、はい、稲見さんからわざわざ蒸してくれてありがとうございますっていうのと、うん、あとあれもね、その諸見きゅうりさんも、うん、学校の卒業生でその曲を使っていただいてありがとうございますっていう、うん、斉藤秀夫さんがねご紹介してくださったご縁もあるので、そうです ね、これも僕がすごくお気に入りの曲なので、ぜひ皆さんも聴いていただいて、はい、どこまで知ってたのかどうか分かんないけどさ、香織さんが湘南の知ってて、こういう海の、まあ、海って言ってもなんか港町というか鳩場というか、そうですね、漁港というかね、うんうんうん、そんなイメージがあるけれども、そういう風にしたのか、そういう設定にしたのか、なんか一回話聞いてみたいなと思うんだけど、そうですね、いつか、ね、そういう機会を作ってお会いして喋りたいです ね、だけどなんかちょっとそれからまた多分都会に行った人が帰ってきたようなね、うん、ちょっとした思いを抱えて帰ってくる、そんなストーリーも、それから風景もすごく好きなんです、曲も、曲としてもね、そちらもぜひ聴いていただきたい、古谷香織の最新アルバム「Looking Back と Moving Forward」、まだ入手されてない方はぜひ、はい、こちらも聴いていただければと。ウエストボックスでも販売しておりますので、あと全国の CD ショップで、はい、まず買えますので、まず全国の CD ショップで、お近くの CD ショップで買えます、うん、それからあと
町田ウエストボックスでも最近は手売りをしております、はい、あとはあのウエストボックスのウェブショップとかで販売する予定がないので、うん、あのそこはご了承いただければと思います。ぜひ皆さん手に取って聞いていただいて、それからなんか特設ページも作ろうって言ってまだできてないんでね、うん、作りますよ、そのうち作りますよちゃんとね。でフリア香織のホームページも今回はこうね、これを機になんかリニューアルするんで前 あのアドレスは載せなくて大丈夫ですって言ってるので、ということはもう新しいページが運動すんなよちょっと肩こっちゃう、ね、頑張ります、ね、頑張りましょうね。それもねちょっとあのみんな後追いになっちゃって申し訳ないんですけれども、はい、お近くの全国の日本全国の CD ショップで買えますので、一応メジャー流通というクラウン特馬ミュージック、あれクラうんんクラウン特馬ミュージックさんから販売されておりますので、販売されておりますので、ぜひお手に取っていただいて、はい、なかったら注文とかしていただいて、はい、手に取っていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今週も最後はじゃあ、 あの扉という曲をね、これはムービングファードの中の曲ですね、こちらを聴いていただきながらお別れしたいと思います。もう9時になりますね。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。大丈夫なんか、うん、大丈夫です。なんか言いたいんじゃない。ないよ。ないって、うん、お送りしたのは西健二と古谷香織です。ありがとうございました。週末の
トランクケース。
一度